この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。ベルシャザル王はその大臣1000人のために盛んな酒宴を設け、その1000人の前で酒を飲んでいた。酒が進んだ時、ベルシャザルはその父ネブカダネツァルがエルサレムの神殿から取ってきた金銀の器を持ってこいと命じた。王とその大臣たち、および王の妻とそばめらがこれを持って酒を飲むためであった。そこで人々はそのエルサレムの神の宮、すなわち神殿から取ってきた金銀の器を持ってきたので、王とその大臣たち、および王の妻とそばめらはこれを持って飲んだ。すなわち彼らは酒を飲んで、金銀青銅鉄木石などの神々を褒めたたえた。すると突然人の手の指が現れて、燭台と相対する王の宮殿の塗り壁に物を描いた。王はその物を描いた手の先を見た。そのために王の顔色は変わり、その心は思い悩んで乱れ、その腰のつわいは緩み、膝は震えて互いに打ち合った。王は大声に呼ばわって、砲術師カルデヤ人占い師らを召してこさせた。王はバビロンの知者たちに告げていった。この文字を読み、その解き明かしを私に示す者には紫の衣を着せ、首に金の鎖をかけさせて、国の第三の司としようと。王の知者たちは皆入ってきた。しかしその文字を読むことができず、またその解き明かしを王に示すことができなかったので、ベルシャザル王は大いに思い悩んで、その顔色は変わり、王の大臣たちも当惑した。時に王妃は王と大臣たちの言葉を聞いて、その宴会場に入ってきた。そして王妃は言った。王よ、どうか常しえに生きながらえますように。あなたは心に思い悩んではなりません。また顔色を変えるには及びません。あなたの国には聖なる神の霊の宿っている一人の人がおります。あなたの父の代に彼は明智文別および神のような知恵のあることを表しました。あなたの父ネブカダネツァル王は彼を立てて、博士砲術師カルデヤ人占い師らの長とされました。彼は王がベルテシャザルという名を与えられたダニエルというものですが、このダニエルには優れた霊、知識、分別があって、夢を解き、謎を解き、難問を解くことができます。故にダニエルを召しなさい。彼はその解き明かしを示すでしょう。そこでダニエルは王の前に召された。王はダニエルに言った。あなたは我が父の王がユダから引き連れてきたユダの捕虜の一人なのか。聞くところによると、あなたのうちには聖なる神の霊が宿っていて、明智分別および非凡な知恵があるそうだ。私は知者砲術師らを我が前に召し寄せて、この文字を読ませ、その解き明かしを示させようとしたが、
彼らはこのことの解き明かしを示すことができなかった。しかしまた聞くところによると、あなたは解き明かしをなし、かつ難問を解くことができるそうだ。それであなたがもしこの文字を読み、その解き明かしを私に示すことができたなら、あなたに紫の衣を着せ、金の鎖を首にかけさせて、この国の第三の司としよう。ダニエルは王の前に答えていった。あなたの賜物はあなたご自身にとっておき、あなたの贈り物は他人にお与えください。それでも私は王のためにその文字を読み、その解き明かしをお知らせいたしましょう。王よ、意図高き神はあなたの父ネブカダネツァルに国と権勢と光栄と尊厳とを賜いました。彼に権勢を賜ったことによって、庶民、諸族、諸国語の者は皆彼の前におののき恐れました。彼は自分の欲する者を殺し、自分の欲する者を生かし、自分の欲する者をあげ、自分の欲する者を下しました。しかし彼は心に高ぶり、かたくなになり、傲慢に振る舞ったので、王位から退けられ、その光栄を奪われ、追われて世の人と離れ、その思いは獣のようになり、その住まいは野呂場と共にあり、牛のように草を食い、その身は天から下る露に濡れ、こうしてついに彼は意図高き神が人間の国を治めて、自分の意のままに人を立てられるということを知るようになりました。ベルシャザルよ、あなたは彼の子であって、このことをことごとく知っていながら、なお心を低くせず、かえって天の主に向かって自ら高ぶり、その宮の器物をあなたの前に持ってこさせ、あなたとあなたの大臣たちと、あなたの妻とそばめたちはそれを持って酒を飲み、そしてあなたは見ることも聞くことも物を知ることもできない、金銀青銅鉄木石の神々を褒めたたえたが、あなたの命をその手に握り、あなたのすべての道を司られる神をあがめようとはしなかった。それゆえ神の前からこの手が出てきて、この文字が書き記されたのです。その記された文字はこうです。メネメネテケルウパルシン。そのことの解き明かしはこうです。メネは神があなたの知性を数えて、これをその終わりに至らせたことを言うのです。テケルはあなたがはかりで測られて、その量の足りないことが現れたことを言うのです。ペレスはあなたの国が分かたれて、メデアとペルシャの人々に与えられることを言うのです。そこでベルシャザルは命じて、ダニエルに紫の衣を着せ、金の鎖をその首にかけさせ、彼について布告を発して、彼は国の第三の司であると言わせた。カルデア人の王ベルシャザルはその夜のうちに殺され、メデア人ダリウスがその国を受けた。この時ダリウスはおおよそ62歳である。